つぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。こんにちは、食と心のデザイナー、つぶつぶグランマ由美子です。目覚めていきたい女性に送るつぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。今週も引き続き奥谷真由美さんとね、はい、生き生きトークを繰り広げたいと思います。はい、皆さんこんにちは、キラカンの奥谷真由美です。よろしくお願いします。はい、ね、先週もなんか、うん、あっという間に過ぎちゃったんだけど、そうだったね、うん、ね、なんか、うん、こう生命創造の場っていう素晴らしい言葉が生まれ、うん、そうね、生殖期じゃなくて生命創造の場っていうね、うん、そう、でもね、終わった後いつもはいろいろいい話が出てさ、うん、で実はね、うんうん、この女性にとってその場こそがこう、うんうん、女性にとっての根っこなんだよみたいなね、うんうんうん、私はよくこうね、植物の根っこは外に開くけど人間の根っこは腸の中だとか言ってたんだけど、うんうん、なんか物理的な根っこは腸だけど、うんうん、なんか女の根っこって言葉にピンときたんだけど、うんうん、やっぱ女の根っこはそのね、一般に言う生殖器、そう、その製造、ね、生命創造の場こそが根っこなんだなって言われると、うんうんうん、あ、そうかって、生命の根っことね、肉体的な根っこと、うん、こう創造の根っこっていうね、うんうんうん、なんかすごくピンときたんだけど、うん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 、そうだね、やっぱりみんな根っこなんだと思うでもみんなまさかその自分の元気、自分が元気に生きていきたいという時にそのまあ、生命創造の場、うんね、慣れない方には生殖器、はい、が、ね、お元気にすることとあんまり思ってないよね。そうだよね、うん、だから全体にそうだよね、うん、あの生理とかもそうだし、うんうんうん、なんか子宮とか妊娠とか、うんうんうん、なんか重たくて面倒なものとか、それがほら嘘の情報っていうか、うんうん、イメージがずれているから、うんうんうん、なんかそう思ってるけど、うん、実は違うんだろう。全然違う。だってここが根っこっていうか、これが元気の元な、元気を生んでるってことだよね。そうそれずっと言い続けてたんだもんね。そうなの、ずっともう20年ぐらいそれ言ってるんだよね20年ぐらいそうなのでも、人間の意識がさ、ね、何どう思うかによって体って動くから、うん、やっぱりこうただのものだって自分の体を思ってるのと、うん、ああここから生命が湧くって、うん、やっぱさ、自分の体、まあ、その子宮だけじゃなくてさ、何のためにくっついてるんだろうなって思うことがみんな少なすぎるのかなって気がする。そうなんだ、私すごい気になっちゃうんだね、私これ何のためにあるのかなって思うんだけど、思うでしょ、すごい思うでしょ、ね、なんで男もおっぱいついてるのかなそうあれって不思議だよねまあ一応あの模様かなみたいな思ってたりするけどそうでもやっぱりきっと意味があるのよ。それでやっぱりね、こう肝臓とかさ、最初は全然そんなこと考えてなかったけど、だんだん見てこの辺の肝臓とかこの辺にいいとか思うとすごく愛しくて、なんか割と分かりやすいじゃんね、もうちょっとこう食べてるこうなるのかなって。でもそういうのって見たくない人もいるね。そうなんだよね、なんかそんなものだと自分が思いたくないみたいな。そうね、特にその中でも生殖器って見たくないものも一番トップにあるような感じのものじゃないかな。おかしいよね、一番さ、生命を、だから生と同じだよね、生命の大元になる自分の器官がさ、そう、こう見たくないし触りたくないし知らないものって。私よくね、自分の講座の中であの挙手してもらうんだけど、この1ヶ月の間に自分の生殖器を見たことがある人って言うとほとんどいないのね。ない。で、どうやって洗ってるのとか、どうなってるかこんにちはってしたことないのって言ったりするんだけど、いやもう本当に見たことない、見て、今日は絶対見てって言うんだけどあのね、例えば内臓とかお腹開けなきゃ見れないものはしょうがないけど、でもたまにさ、どうしてるって見た方が体も柔らかくなると思ったよね、下向くから。でもさ、見ないものみたいに思ってたかも、私もある時まで。そう、ね、そう、見ちゃいけないものみたいな、真面目少女だったんだ私、そういう、ね、そのまんまなんか周り中のなんかそういうのに最初は変だなと思いながら合わせてたけど、ある時からおかしいじゃんこれそうなのよね。でも私からしてみるとさ、その生殖器、自分のお股を見ないっていうのは決して正しくないわけよ、うん、真面目でもないわけよ。そうでしょ、だって自分の体の一部を無視して生きるわけ、触らないとかね、そう、それはおかしいよね、そっちの方が不真面目だなって思っちゃうもんね、うん、取り違ってるんだよ。そうなの、全てがあべこべ社会だって私いつも思ってるね、うん、だって全くさ、正しいことがさ、うん、なんか変なことでおかしいよね、変なことがさ、すごく正しそうなようになんか学問とか本とかいっぱい出てて、うんうん、
でもなんか意地悪ゲームみたいだよね、こっからさ、うん、正しいものを見つけてちゃんと生きるって本当だね。だからでも面白いからいいかそれも、ね、でも一回だから捨てちゃった方がいいみたいな、うん、そうね、そうかもしれない。そうすると勘がジバジバジバって、うんうんうん、そして勝手にさ、うん、なんかピコピコって、うんうん、本物の情報はピコピコって光るとか、うんうんうん、分かる、分かる、分かる、ピコピコとかだから別に自分でこういっぱい読んだりしなくても、うんうん、なんかピコピコって光るものをやってればいいみたいな、うんうん、そういう感があるのが女性だよね、うんうん、そうだと思う、特に人間にはみんなあるんだけど、うんうん、特に女性ってやっぱりさ、うん、ね、何しろ生命絶やしちゃ困るし、うん、育み手だから、うんうん、何が何でも生きながらえて、そうなんだよねっていう風に守られてるよね。そうそう、だから男と女の違いはその正反対な部分があるっていうか、私も前に師匠、私の師匠は男の人なんだけど、師匠と男本っていう本を作った時にね、うんうん、男と女の違いについていろいろトークをしたんだけど、面白かったんだけどね。でその時に師匠が言ってたのは、やっぱりその生殖っていう言葉は一つだけど、男と女の生殖って正反対だよねって話になって、男の人は放出して、まあ、もう出しちゃって空っぽになっちゃう、あといらないんだもんね。そう、女の人のものは逆で、はぎく受け取って、そこから始まっていくわけじゃない。そうだから、男性は終わりで、そうなの、女性は始まるんだよね、うんうん、でそれがこうセックスってものを真ん中にして、男の人はセックスで終わって、うん、女の人はセックスから始まっていく、うんうん、だから全然理解が合わないんだよね。そうなの、そうなの。だからその生殖器の働きもそうなんだけど、気持ちもやっぱりそうなんだよね。男の人はやっぱりそのセックスがしたくてここにある、でもゴールになっちゃう、ね、そうそう、女の人の場合はセックスが始まってこの人との関係が始まっていくから、そこにさまざまな、そう、男女の悩みがあるんだよね。そうそうそう、だからそれを自分と同じような気持ちで男の人もいると思うとうまくいかない、うん、なんで彼は冷めてるんだろうと思うけど、それはもともとの生殖器の働きが違うから、うん、もう彼が悪いわけではなくて、もう違うんだって理解、そうなんだ、違いを知ることによって理解することなんだよね。違うと思えばね、そう、変だと思うことでも、そうそうそう、ああ違うからって思える、分かるじゃないね、あこの人はね人間じゃないからとか、そういうのと同じで、まあ、人間なんだけどでも例えばね、私たちがさ犬に話しかけて、どうして犬が答えてくれないと思ったら犬だからしょうがないと思う、思えるような感じ、同じだよね、違いがあるわけだよね。そう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 、だから、うん、そこで、そうなの、そうなの、だから男女ゴールとスタート、そう、ゴールとスタートが全然違うから、だからそこでいろんな問題が起こっちゃう、うん、なんで彼は同じことを考えてくれないのか、同じことは考えられないんだよ、ね、ないよね、立場が違うんだからね。そうそうそう、でもそれは彼がひどい人でもないし、な女の人が執着があるわけでも全然なくって、あの生殖器の働きが違うから、うん、そうなっちゃう、役割も違うんだよね、うん、役割も違う、そしたらやっぱりそれぞれが自分の役割を果たしながら設定を楽しむっていう感覚に、そうそうそう、それがやっぱり共存していくってことだと思うんだよね、うん、そこがうまく、そうだから私夫婦セミナーって実はやってて、ああいいねいいね、そうそう、つぶつぶってねやるとね、うん、どん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 夫婦仲が良くなってね、有名なんだけど、そこはこの辺の男と女の違いっていうんで、もう本当は食も違って、うん、男が食べたいものと女が食べたいもの違うね、うん、すごい面白い、 その両極がさ、うん、やっぱりこう肉をやめられない、なぜ男は肉をやめられないかっていうのをセミナーで教えて、うん、教えたじゃん、それから、うん、なぜ女はね、うん、あのケーキがやめられない、要するに甘いものをやめられない女の秘密と、うん、こう肉をやめられない男の秘密っていうぐらい、うんうんうん、まあ、他にもいっぱいあるわけ、うんうんうん、男はこういうものが欲しいんだ、うん、女はこういうことを望んで体が望んでるんだってい う,、うんうんうん、そういう開きがある、うんうん、でもその象徴がたまたま肉たまたまだたぶらかされた肉だったり、うんうん、たぶらかされたケーキに行ってるだけで、うんうんうん、でもそこから逆によく紐解いていくと、うん、こうそれぞれが欲している、うん、本当の食べ物っていうのが見えてきて、うんうんうん、でもやっぱり違いをし、なんか私たちってほら変な平等、そうなんだよ、同権とかさ、そうなんだよ、平等とかって、そう、平等の意味は同じことをするってことじゃなくて、だから人間として公平っていう意味とか、うんうん、お互い人間として尊重し合うってことは重要なんだけど、うん、同じことじゃないんだよね、うん、平らには等しくちゃダメなんだよね、そうそうそう、平らにはならない、だって最初から出っ張ってんのと引っ込んでるのだから、ね、だから平らにはならない、平らに等しくちゃダメなんだよ、そう、それなのにそれをで逆にほら今の社会と男の方が特装に一見見えたりするから、うんうん、じゃあ女を男の特権を女に与えることがなんか男女同権みたいなね、うん、なんかそうするとそこに行くとさ、結局男ならではの負担ってあるわけじゃん、うん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 、それも引き受けなくちゃいけなくなっちゃうから、そうそう、だから女の人が女の人の体じゃなくなっちゃったりするんだよね、そうだよね、やっぱり、うんうん、そうそうそう、そこに入って、いや本当にひげが生えてきちゃうんだもん、
いや私ねこんなこと言うとまた聞いてる人怒られちゃうかもしれないけど、結構、うん、初期の頃私よりちょっと先輩くらいで、うん、こう企業のところで割と優秀ですって言われた人たちって、うん、なんとなくすごくスーツとか着て女っぽい格好してるんだけど、うん、男っぽく見えるの、うん、そう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 、でなんでかなって、うん、スーツを着たおじさんみたいな、分かる、なぜこうなっちゃうんだろう、いやでもそうなっちゃうんだと思う、で本当にそうなっちゃうね、ひげ生えちゃう、いや本当にひげが生えてるね、黒いの生えてきちゃう、初めてだったいや本当本当、だからホルモンも本当にそうなっちゃうんだよね、ね、でもそうしないと役が果たせないんですよね、その男型の社会で男型に頑張るって、だからもうさすがにさ、男型、男は男なりの特権と男なりの負担を持ってる、うんうんうん、女は女なりの特権と女なりのストレスや負担を持ってる、うんうんうん、でお互いがそれを思いやって、うんうん、カバーし合うとこはカバーし合うって社会にシフトする必要があるんで、うん、この変な男女同権っていうのをね、うんうんうん、なんか吊るし上げられそうなんだけどこんなこと言ってるといやでもさ、例えばさ、私たちはさ結構その女開きセミナーとかをやって、うんうんうん、女っていう女の人を目覚めていこうねっていうことをやってるとちょっと誤解されることもあるじゃない、そうそうそう、あのさ女が強くなりたいんでしょみたいな、そうそうそう、なんかウーマンリブの名残ですかって言われちゃう時もある、言われちゃう時あるでも私たちそんなつまりもあってないんだよね、でも私一時ねそう思っちゃったの、うん、なんかほらあまりにもいろんな歴史見ると、はい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 、悲惨な歴史もあったしとか、ね、いろいろ情報もあったから、うんうん、やっぱり必死になって先輩たちが女性誌とか、うん、ね、あれ農家のとかいろいろ考えた時に、うんうん、でもそれはねある面から見るとそういう悲しい歴史もあるけど、ある面から見ると相当女性の横暴な歴史も、うんうん、あるんだよ、ね、あるでしょあるはずなのよ、でもそれ知らないから、うん、なんかこうそういう、あとね江戸時代はみんな封建でダメだったみたいな、うん、そういういろいろ今がいいって思わせるために、うん、いっぱい嘘も教わってて、うん、そんな中で突然なんか男女平等とか来たから、うん、なんかいいのかなみたいな感じで思ったけど、途中でえおかしいよねって、うんうんうん、女が男になっちゃったら世の中つまんないんじゃないって、うん、そう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 、だからやっぱその性がなくなっちゃうじゃない、そうすると男と女にもなくなっちゃうから、ね、それとさ磁石ってほら反対だから引き合うわけでしょ、そう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 、だからそうなの、だからね、うんうん、男が女のように食べて、うん、女が男のように食べるとどうなると思う、じゃあ入れ替わっちゃうの、入れ替わりはしないけどみんな両方も中性になるんだよ、はあ、ということは、そうなんだ、じゃあ引き合わなくなっちゃうね、そう引き合わない、自己完結がだからいらないみたいな、一人多くない、結構でもすごく今多い、もういいもんなって、めんどくさいし女性とかさ、そうだ、まあ、一人の方が楽だで男めんどくさいとかっていう人増えてるでしょう、あれは食なんだ、そうだよ、だから女性がさ、ガンガンステーキとか食べてよ、男みたいな食事して、男みたいなさっき言った動きをしてたら、うんうんうん、なんとなくさ、うんうん、こうガーッと生理的に、うんうんうん、本来だったらね、すごく体がしなやら優しく、少しなやかな陰性っていう状態にいただけいけないんだけど、セミナー来たらもっと詳しく教えてみたいなだけど、うん、それを、うん、そのできないから、うん、結局ずっと中性になっちゃうじゃん、へー、ね、じゃあさ、ダメじゃんそれじゃ、ダメじゃん、だから言ってるわかる、だからやっぱそこがね、なかった、女には、うん、まあ人間だからさ、8割方一緒なんだけど、うん、やっぱ男には男の食べ方、うん、女には女の食べ方、じゃあさ、例えば夫婦で晩ご飯を食べますって時は同じじゃない方がいいの、うん、そういうわけではない、だけど基本はほらご飯は一緒じゃん、あ、ご飯は一緒だ、うん、ちょっとした調整だから、うん、だからあの取り分け式がいいのよ、あ、じゃあよくさ、ほらなんか昔ってさ、お父さんとさちょっと食事が違ったって、それあれって合ってたんだね、合ってたのよ、あれは別に差別じゃなくて、そうなんだ、正しかったんだ、そうでさ、男性は絶対醤油かけて食べたいでしょ、そうで、なんで私の料理に醤油かけるのみたいな、うんうんうん、でもあの時醤油かけないと弱くなっちゃうんだよ、うん、そうなんだ、醤油かけてよかったんだね、カレーにソースかける人とかいるね、男の人、妻はさ、うん、恋人はこの人何なの、そう、私が作ってる、そうそうそう、入れないのって思うけど、そうじゃない、そうじゃない、そうなんだ、分かってたでしょ、すごい面白い、だから、うん、あの女性が特に家でゴロゴロした女性が、うんうん、自分が美味しいなと思って作った食べ物で、うんうん、だいたい元々男女っていうのは好みが違うわけね、うんうんうん、最終的な、うんうん、ね、塩の量だったり油の量だったり、うんうん、でそこにさ、うん、その家でゴロゴロしてる方は、うんうん、男性はいくら何でも働いてんだよ、外でね、うんうんうん、特に肉体とか動かしてるし、うんうん、ね、こうそうすると、うん、この奥さんの作った料理では足んないんだよ、うん、そうなんだ、絶対足んない、だからなんか外でラーメンとか食べたくなっちゃうんだ、そう、へえ、焼肉屋行きたくなっちゃうし、焼き鳥屋の前通り過ぎられないし、そうか、じゃあそこの部分を理解してあげて、奥さんがちょっとプラスしてあげたり、
これが食べたい早く帰ってみたいなものを用意してれば、だからつぶつぶに来ると、うん、夫婦仲がそうだね、お家に帰りたくなるね、お家が良くなるのね、トラブルもなくなる、違いを理解した料理が待ってる。でも分かる、私もよくね、あの夫婦関係とかさ、それこそセックスレスだったりする夫婦の問題とかをさ、うん、相談されたりするんだけど、食もある、うん、だからそこだと、そこでいつもそういうふうに私が言うのは、食とは言ってなかったんだけど、うん、うまくいかなかったりするとみんな急にねエッチなパンツ履いてみたりするわけでもそこじゃないよっていつも言うの。そうじゃなくてね、旦那の好きなおかずを一品足してあげればいいんだよってよく言うんだけど、そういうことだよね。そういう意味だったんだよ。なるほど、だよね、そうなんだよ。そこまで分かるためシーン2、3とかやってるわけ。なるほど、でも面白い。でもいっぺんにさ、そこまで言われても、うん、受け止めきれないじゃん。そう、消化できなくなっちゃうからね。だから分かれてる、ね、そうだからまずは全体像を知って、うんうん、でもね、なんで男が、でもそこはやるんだよ、うんうんうん、男がね、肉やめられないかって、うん、聞いた聞いた、私も聞いたよそれは。そ、女がなぜおかスイーツやめられないかっていうところを分かることによって、うんうん、おぼろに分かる、うんうんうん、でまずやってるうちにお互いが仲良くなってきて、うんうん、夫も美味しいとか言ってるうちに、うんうんうん、次のステップで、うん、まあ、女性がまず甘いもん出す甘いものをして、うんうん、あ、なんでこんな方だったのかって思うじゃん、うんうん、でその次に、うん、夫が、うん、なんだ肉よりうまいなっていう料理を作れるっていう、うんうん、こういう仕掛けになってる。すごいよそれは。そうよ、だから来て来て、また来なきゃね、ニトさんもね。面白いよ絶対ね、まゆみさんだったら面白いと思う、ね、だって作るの好きでしょ。大好き大好きだけど作んなくなっちゃったから。もうね、作りたいよ。いやでもね、今度ね、新たに作りたいような料理がいっぱいある。あ、そっか。びっくり美味しいっていうかさ、うんうんうん、特に夫殺しのなんとかメニューっていうのがいい。そうなんだ。いや知りたい、夫殺し知りたいでしょつぶつぶの魅力はね、うん、だから何しろ甘いものがたった1ヶ月もかからずに、うん、もう我慢せずに甘いもの、うん、私甘いもの好きだったかしらみたいな人になれる、うんうんうん、だからって食べれないわけじゃない、うん、十分楽しくつぶつぶのスープ食べれる、うんうん、ね、うん、で男性は男性で、あ、なんか仲良しで家に帰って食べる楽しみみたいな。ね、でもさ、そういう食の捉え方を教えてくれるってことないんじゃない？そう、ね、私たちほら先駆者なの。すごいよだからここで合ってる。でも言ってることが一緒だもんね。本当同じ。気が付いたことも一緒だよね。いつも思うけど、また一緒だったみたいな。ね、そうなのよ、ね、今日もまたそうやって盛り上がったら時間来ちゃったから、ね、本当だ。じゃあ、うん、いよいよ、うん、ね、また来週はね、また来週、うん、ありがとうございました。今日のつぶつぶニュース。つぶつぶグランマ由美子講師による未来食セミナー新1は8月31日日曜日東京、9月7日日曜日仙台、10月13日月曜日京都が決定しています。また由美子公認の新1講師つぶつぶマザーによる未来食セミナー新1は全国各地で開催しています。未来食セミナー新1、詳細とお申し込みはつぶつぶホームページへ。